皆さんこんにちは。県会議員の磯田和志と言います。八代出身で専業農家の議員になります。今日はですね、私たちの会派から、西議員、そして岩田議員、そして山部議員も町議ですけども、これ参加しております。今日は私が専業農家出身ということでですね、この問題についてお話ししてみたいと思います。私が書いてきた原稿というのは今ここ終わりにしてありますけれども、今川田先生のお話とだいぶ重なる部分というのがありますので、割愛しながら、そして今県議会の様子を交えながらお話を進めていきたいと思います。先ほど川田先生の中でですね、お話というのはやっぱりこの出資法を廃止、そして、農業競争力強化支援法という法律ですね、そして、今度の種苗法改正案、これはセットでそこに流れているものは実は同じ流れなんですね。で、それを端的に話すことはですね、東大 の鈴木信弘教授がいつもおっしゃって、今だけ、お金だけ、自分だけというこの3つで表すような社会を作り出そうと安倍政権はしてきました。で、だからそれを表す言葉としては、日本は世界で一番企業は自由に活動できる国にするということに来るかと思いますけれども、そういう、多様な価値観やですね、持続可能な地球環境には全然配慮しない、考え方、これは決して私たちは受け入れることのできない、考え方です。種はですね、私たちの命を支える食べ物を生産する上で最も重要なものです。私たちのこの熊本や八代にですね、気候や風土、食文化にですね、食文化に適するですね、品種の改良というのは、これまでもずっとですね、先人たちの長い時間とですね、豊富な経験の積み重ねによってずっと続いてきたことなんですね。で、それによってさまざまな特性を持つ品種開発がなされてきました。そしていわゆる金は誰のものでもなくですね、みんなの共通財産として、捉えられてきていたと思います。戦後の食糧難を通じてですね、収納産物種子法というのが、私が生まれた年なんですけども、1952年に、作られたわけなんですけども、やはりこの食糧の大切さからですね、金を守るということで出資法が作られてきたんですけども、残念ながらですね、国会ではわずか数時間のですね、要するに論議のないまま出資法の廃止が決まりました。とても残念に思います。ところが地方、私たち県もこの時もそうですけども、各地方自治体はですね、これを受けて相次いで種子法と同等の効力を持つ、種子条例、県条例とかですね、そういったものを制定しました。今ですね、現在では23の道県で制定しておりますし、あと11県がこれに向けて、今検討中です。こういった地方の動きというのは、やはり、国の政策に対する判断と考えられ、現場に近い自治体ほどこの危険性を、出資を廃止の危険性をよく理解していたということを示していると思います。そしてこの、出資を廃止の背景、さっき言いましたけれども、人物金の自由化、そういった自由貿易協定を目指す企業利益の優先からですね、こういった考え方が導き出されたものです。例えば、
規制改革推進会議とかありますけれども、これも国会の論議なしにですね、首相に、総理大臣にそういった質問をするということで、論議のないそういった包括性とかなんかが進んできたわけなんですけれども、この農業競争力強化支援法というのは、公的機関が蓄積している種の生産ですね、種生産に関するいろんな知見、技術、そういったものをですね、民間企業に提供しなさいっていう法律なんですね。で、民間企業の方が効率的で、その技術、イノベーションというか、そういったもののですね、開発能力が高いということでですね、まあ、本当はそうじゃないんですけれども、そういうことをして、民間に任せなさいと。と言いながら、実は先ほど私もおっしゃいましたけれども、シャインマスカットですね、シャインマスカットが海外に流出するのを防止するためにも改正が必要と言いましたけれども、実はシャインマスカットというのは農研機構ですね、独立行政法人ですけれども、農研機構が開発した品種なんですね。で、公的な機関が開発した品種を民間に渡せと言いながらですよ、そしてそういうその種は潤沢な開発研究者だけで守るというようなことを まさしく愛玩する整合性もあったからですね、一体国は誰のためにやっているのかと怒りさえ覚えます。で、実はですね、こういった論調というのは、私は今度9月の23日に一般質問を控えておりまして、そしてその時にこの種苗法改正案に対するですね、県の態度というのを質問しようかと思ったんですけれども、実はですね、次のやつは風先生のお話の中でありましたけれども、割愛しますけれども、そういったその大きくですね、中身が実は変わってきたことを執行部から説明を受けて、今回の議会ではですね、私はこれはもう取り消そうかなと、取り下げるつもりです。なぜかというとですね、実は一番熊本県でですね、種苗法改正が行われて、ね、一番影響するだろうというのはイチゴだったんですね。イチゴとサツマイモ。ところがこのイチゴとサツマイモはですね、実は栄養繁殖なんですね、種じゃなくて。しかしそういったその自家採取、自家増殖、こういったものではないと、この今やってるイチゴの苗を増やす方法ですね、それとかさつまいもの根をずっと植えて増やす方法、こういったものがですね、実は種苗法改正ではですね、認めるということが急にですね、国の方から連絡がありまして、で今多分農水省のホームページに載っているかと思います。で、なぜ、その外したかっていうのを説明も何もなくてですね、実はそれを私は質問するつもりだったんですけれども、県の方はですね、国から説明もないまま認められたと、改正種苗法の中でもできるということで、実は目的が消えちゃったんですね。ですからどうしようかなというのを思ってですね、今度は11月の議会で取り上げられる可能性があるというふうになれば、非常にこの 今だと言えないと、取り上げても答えられないということと、次は12月議会があります、ね、そこでだとちょっと遅いかなというところもありますけれども、そういう微妙な今立場に立たされています。で、そういったことを考えながらですね、実はもう少し時間がありますので、実はですね、この学校給食に先ほどグリホサートを使ったのを残留したパンとか昆布の麺ですね、そういったものが学校給食で出ないようなあれがないかとありましたけれども、実はこれは私が取り上げるつもりです。で、実はですね、日本は小麦の自給率で17か16ぐらいですね。で、あとの80数%は輸入なんですね。しかもそのうちの
輸入の8割ぐらいがアメリカとカナダなんですね。そして最近アメリカとカナダで、どんどんその作り方が変わってきたんですね。どういうことかと言いますと、収穫1週間前にですね、除草剤とこのグリコサートはモンサントのですね、除草剤ですけど、その成分のグリコサートによって枯れてしまうわけですね。すると麦、これそれまでの麦は収穫して乾燥して調整して出荷なんですけれども、もともと1週間経つとですね、乾燥して乾燥の手間がいらないと、非常にコストがかからずにですね、作りでこれまでにものすごいスピードですね、利益が出るということで、実はもうアメリカではほとんど 90% 以上がその除草剤かかった小麦が収穫されています。でそういうことからするとですね、日本側は8割以上のですね、輸入の中でそれの 90% 近くがですね、欠けてあるということになれば、これは大事ということを私は感じています。ですからどういうスタンスでいくかというのはですね、実は前回の議会の時に私は国産小麦のですね、消費拡大ということしか言えなかったんですね。輸入小麦の危険性を言い分けるかということでですね、そういうことで食をめぐる動きというか、こういう種とかですね、そういう、農薬もそうですけど、そういった安全性というのが一番私はこれから先は重要になってくるかと思っております。で実は今日の農業新聞に実は世界の種子と小農の今という記事があります。これは宗豊さんっていうですね、人をインタビューした記事なんですけれども、その中のことをちょっと紹介します。ですね、小農とは資本主義社会においても金にならない価値を守り続けてきたという生き方、その呼び名とこの方はおっしゃっていますし、そういうですね、種取りですね、種子を自家採取する種取りはですね、命の引き継ぎと、次の世代に向けた種から、実は米でいうとですね 0.4% しか種もみにもみだれにならないそうです。あとの 99.6% は食べられてしまうと。しかし残った 0.4% が次の 100% につながっていくわけですね。ですからそういう命の引き継ぎ、命の引き継ぎの仕事だったと。これが自家採取は禁止、特許権がありますからということで自家採取が禁止されるということは、命の引き継ぎができなくなるということにつながるという、本当に私はいい記事だと思いましたけれども、この言葉に集約されると思います。本当に種を制するものは世界を制するという言葉がありますけれども、一番大切なところにですね、もっともっと目を向けてやっていただけたらなと思います。そういったことをですね、近畿会で取り上げて、これからもですね、安全な、国民の安全な食生活につなげていきたいと思います。以上、それでは終わります。どうもありがとうございました。本当に